佐賀工業高校出身で、ラグビー元日本代表としてワールドカップイングランド大会などで活躍した五郎丸歩さん。4月に現役を引退し、現在は所属していたヤマハ発動機が設立した会社でチームのマネジメントを行っています。五郎丸さんが就任したのは、佐賀のスポーツ文化の拡大のため次世代のアスリート育成などを目指す県の大使 SSP アンバサダーです。県によりますと、子ども向けのラグビー教室や講演などを検討しているということです。佐賀のこの地に成長させてもらった人間としてですね、しっかりと選手たちや皆さん巻き込んで国体をですね、成功させたいなと。 SSP アンバサダーはおととし8月のフェルナンド・トーレスさんに続いて5人目です。